まもなく中央臨海域が発射いたします。黄色い線の内側までお下がりください。バトル それじゃあカウント始めるぞ。ご用意、4、3、2、1。はぁ、やれやれ。ゴー！8200と互角に出しつくなんて、わたるさんの8500すげえや。俺の4051も電源上がりだけど、桁違いだよ。そりゃそうだろ。神戸電鉄で五木くんの友達の2000に負けたことが相当ショックだったんで、ほとんど同じ車だからなおさらよ。そんな時に東急のいとこに誘われて、廃車予定の8500系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね。兄貴も少し満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新シリーズはゴープリンセスだって。新しい出発にふさわしいって。ほんとやめてくんないかな。聞いてねえし。地上に出れば軌道はヘビーウェット。どんなに良くてもなのか。 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線ならこの雨、慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんに負けないで、ゲロ吐くところまでとことんやろうや。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。全 M 編成は田園都市線にマッチしてるな。扱いやすいパワーってわけか。それにしても上手くなってやがる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったが、腹くくっていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして所定ひな鑑別士免許？違うよ、公衆電気車操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで。こいつ、偽物よ。今どこだ？そうか、サンキュー。二子玉川、揃って通過したところ。二人張り付かれてるらしい。簡単には勝たせてくれねえよな。早いからな、8200。そうして、この雨の中で渡るの8500についていくのは並大抵のことじゃないぞ。京子の時も思ったけど、マスコン操作が本当にうまい相方ぜ。このバトル、もつれるかもしれないが、だけど、長引けば長引くほど渡るにとっては有利だ。ケイスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主原動機も搬送してるな。藤原の2000回と同じコンセプトか。そういや、2000回のからくりを見破ったのもこいつだったのか。田園都市線でこのコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだぜ。こいつは厄介かもな。よくついてくる。波のドライバーが踏み切れて自滅してるぜ。高出力電動機が決めた軌道は難しい。ならいいようにしてやがるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ、8500回。甘いぜ、8500回。電源変形の投範力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。はあ、ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか？そういうことじゃないんだよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味もない。
俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるの？そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからね。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだから。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え、プロっぽい？俺がですか？大体分かった。プロだ。前の俺なら切れてたかもしれねえ。ここのとこ取り組んでたマスコンワークの特訓が役に立って。我慢して、絶対に勝つ。うまいもんだぜ、超高等技術のマスコンワークだ。そんなにこんなにうまくなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。側線を使ってのコーナリングにかけた。あんな短いのよくやるぜ。加速力でかなわないならコーナリングスピードで勝負ってわけさ。これはリーダーの指示じゃない。ドライバー自身が状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。勝負をつけるつもりだったが少し届かなかった。あとは終点中央林間でのブレーキング勝負。正真正銘のチキンレースだ。空前絶後のレートブレーキングを決めてやるぜ。こちら長津だ。差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われても自分ではよくわからないんです。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんです。プロっぽいというのはプロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもね。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんだな。何かヒントになることはないかと思った。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したね。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていれば自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかもしれない。バトルになれば凌介さんのために勝ちたいという気持ちもあるから、一番強い気持ちは同じチームのあの人に負けたくないという気持ちなんだ。来たぞ。完全に辛いんだ。あの速度で突っ込む気だ。マジかよ、止まるのかよ。
おい、これどうなるんだ？俺に聞かれても。ちょっと電話してみるわ。何やってんだ？早く結果を教えてくれよ。どうした？何かあったのか？いや、それが。これを見てくれ。